クレスカスが生まれたバルセロナのユダヤ人横丁。左の建物がシナゴーグ。ハスダイ・クレスカスは14世紀のバルセロナに生まれたセファルディム系ユダヤ人の哲学者。主張は死の年に書かれた主の光。当時のアラゴン王国在住のユダヤ人コミュニティの中で指導的立場にありユダヤ法学者としての一面もある。キリスト教カトリックからのユダヤ教批判に 大使哲学的論博を行った。他方でマイモニデス及びその思想の後継者たちのアリストテレス主義に対して哲学的批判を行った。いずつによると、マイモニデスの没後13世紀後半からユダヤ思想史の中心は哲学から南仏プロバンス地方に起こったユダヤ神秘主義へと移っていくが、そうした流れの中でクレスカスは、 中世ユダヤ哲学史の最後を飾る哲学者として理解される。クレスカスの著作は17世紀のスピノザに影響を与えた。ハスダイ・ベン・アブラハム・ベン・ハスダイ・ベン・ユダ・ベン・ハスダイ。クレスカスはバルセロナで名の知られた教養ある商人の家に生まれた。タルムード学者のジローナの西武に学んだ。同門にイツハーク・ベンシェ・シェトがおり、クレスカスの良き相談者。 友人になった。クレスカスの弟子としては、ヨセフ・ワルボ、サラゴサのマッタティアス、ジローナのゼラヒア・ハレビといった学者がいる。15世紀のピコデラ・ミランドラ、17世紀のスピノザへも、著作を通して著しい影響を与えた。1389年に、クレスカスは、バルセロナからサラゴサに今日移した。1400年頃のイベリア半島11種。 エンサイクロペディアによると、クレスカスは正式なラビの職に就いたことがないとされているが、イズツ等によると、クレスカスはサラゴサのラビ主長であったとされる。クレスカスは1401年に、ナバラ王カルロス三世の求めに応じて、ナバラのラビヌ張、ヨセフ・オラブエナの元を訪問した。ナバラ王国の年代記は、カルロス三世からサラゴサのラビなる人物に対して、 ナバラ諸子訪問の旅費が支払われたことを伝えている。クレスカスは経済的に余裕があったと推定される。その根拠としては、1393年にアラゴンオフアン一世の使命により、クレスカスがオジノビタリスアスダイの唯一人の遺言執行人とされたことが挙げられる。しかしながら、14世紀後半のイベリア半島はユダヤ人にとって迫害の時代であった。 クレスカスもこの時代の多くのユダヤ人も経験したような途端の苦しみを味わうことになった。1378年にクレスカスは布告により極に繋がれた。また単にユダヤ人であるという理由のみによって繰り返し中傷を受けた。1391年の大迫害の際には息子を亡くしたようである。シュロモ・ベンベルガのユダヤの宝図への付録に引用されている。 クレスカスのアビニョンの回収への手紙によると、息子は信仰を守って殉教したようである。にもかかわらず、数々の試練はクレスカスの天文も信仰も奪い取ってはいなかった。なぜなら、クレスカスの主要著作は、この時期以後になって、初めて書かれたものであるからである。クレスカスの生涯において、その他の目立った出来事といえば、キスネロスのニセメシアとの出会いがある。 短期間ではあるが、クレスカスは、ニセメシアを支持した。クレスカスの主張、主の光のフェルターラ1555年間本の扉へユダヤ法に関するクレスカスの著作は、伝存していない。もしもそれが、ひとまとめの著作として、かつて存在していたのであれば、それは、ミシュネートーラーへの注釈である。その代わり、以下のような著作が知られている。ありがとうございます。